ブラウボーがアムロをガンダムに操縦方法の手引き書ってあるんでしょ私、ガンダムに乗るわ。自分のやってきたことに自信を持てない人なんて嫌いよ。今日までホワイトベースを守ってきたのは俺だって言えないアムロなんて男じゃない。私っていう風に言い切る。ところがその、私っていうところで絶句しちゃうんですね。絶句して下を向くと。やっとアムロが何と戦ってたのかわかると。と私って言った瞬間に自分があれに乗って敵と戦うという恐怖を初めて感じたんですね。そうするとアムロは、君にはガンダムは無理だよ。悔しいけど僕は男なんだと言って、恐怖に震えて 女の子を見たからこそアムロは行くと決意しているわけですね。これ何かっていうとエヴァンゲリオンの第1話なんですよ。絶対に嫌だと言ってたイカリシンジがなんでエヴァに乗ることを決意したのかっていうと目の前で血まみれになってる女の子がもう1回戦えますって言って起き上がる姿を見たからこそ行くんですよね。このあたりの演技のやりとりっていうのは最初に出したガンダムが一番ぎこちなくて後のエヴァとかになってくるとだいぶ上手くなってくるのでイカリシンジは綾波のこういうところを見て決意したんだっていうのすごい分かりやすいんですけども。